こちらが函館戦争の大きな軍事拠点であった弁天岬台場の石垣を外してこちらに転用した函館漁港です。はい、弁天岬台場につきましては幕末のちょうど函館海溝がありまして、その時に港湾の入り口の守りとしてまず作られたものです。それからもう一つワンセットで作られるのが実は五稜郭という役所として作られる。で、港湾の入り口に特に弁天岬台場を作ることによって外国船に対する、脅威を守ろうとする、軍事拠点の大きなものとして作られました。ただこの弁天岬台場はその後函館戦争において非常に大きな役割を果たしています。特にその役割とは何かというと、函館戦争自体が港を中心とした戦いで、五稜郭との関係もありますけど非常に大きな、軍事的な拠点であると、そこでいろんな人たちが活躍するわけですけど、特に榎本たちの最大の防御の拠点にもなったことになっています。特にその防御の拠点の一番最たるものはここに、特に外国というよりも新政府の戦いですね、新政府との戦いの中で新政府軍をとにかくから守るための、最大の、軍事拠点として、機能していた。特にそこにもまた新政府軍がいたということも非常に大きなポイントだと思います。そこで土方歳三の話になってくると思うんですけど、土方はの弁天岬台場にいた新選組の配下たち、それからそこを救出しようということでこちらへ向かって、非常に、五稜郭を出て弁天岬台場方面へ、参って、そこでここに到着する前に、命尽き果てたということになろうかと思います。